いただければなと思います。また消防署の人、そして消防団の人、消防職員の手作りで全てやっております。いただいたことがあるかもしれませんけれどもですね、今日一日しっかり楽しんで森さんのことを学んでいただければ。上から降りてくるという体験コーナーになっております。入り口がですねちょっと分かりにくいんですけども、今正面で、引っ張っている渡るっていう近くのですね、どこから入っていくと、その訓練棟という正面の5階建ての棟に入れますので、ぜひ体験してみてください。で、その、東側ですね。今度は東側、西側になります。東側になります。ヤクルトさんの方が来ております。よかったらですね、喉乾いた方、元気になりたい方、ぜひヤクルトをご購入ください。その隣ですね、受付の隣になります。乱加入促進ということで消防団の方々がですね射的をやっております。射的、倒したら金がもらえるそうなので、ね、消防赤帽をかぶった赤帽をかぶった消防職員の方に行っていただければと思います。最後にちょっとメインステージで進んでください。駆けつけてくれております。放送していただく前にね、皆さんに思いっきり
ていただきたい、ルールがあります。会場内には小さいお子様もたくさんいます。周りの人がびっくりするような大きな声や迷惑となるような声は控えていただくようお願いします。それでは登場していただきましょう。はい、消防団フィーラー大使OSU の皆さんです。拍手でお出迎えください。名古屋市消防航空隊は赤いヘリコプター信長秀吉2機と白いヘリコプター私たち3機を運用しており、愛知県内全域を活動の範囲として日々県民の安全安心を守っております。ヘリ特有